くサーキット走行のインプレしてみたいと思いますけれども、今、私はオートフォレスのメインストレートを走っています。まあ、ほとんどリミッター付近まで、ね、しっかり加速しますので、遅効なとりあえず3速を落として前ゆっくり行きます。さすがにですね、パワー感ありますし、力投とはいえ、レッドゾーンがですね、1500ぐらいですかね、のところですので、まあ、結構元気よくですね、回していくと、とてもですね、リニアにスロットルに反応して、ぐんぐんとトルクを使いながら走れるわけなんですけれども、この低速コーナーですね、このすごく扱いやすいのはやっぱタイヤがね、グラジュアルっていうところが、このしっかり感が全然違いますね。もう正直ちょっと今ね、1周目から結構ちょっといきなり本気にさせてくれるというようなですね、走りをさせてもらえてます。で、このリンジャ400なんですけれども、これまでのモデルはですね、どちらかというと、リンジャーシリーズの中ではリンジャ1000、スワラーに近い位置付けだったかと思うんですが、今回ですね、もうすっかり軽くなって、まあ、25忍者と同じくですね、見た目のイメージは、完全にスポーツ寄りという風になりました。そして軽い、なんといっても軽いで、軽いということはですね、もうもちろんそのフレームあたりなんかはだいぶですね、その軽量化に貢献するわけなんですけれども、じゃあ、剛性はどうかというとですね、何の心配もないですね。このオートポリス、あの中低速コーナーがどんどん続くようなコースなんですが、いや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 、何っていうぐらいですね、ピタッとラインをトレースしていきます。なんだこれ、楽しいぞ。メインストレートに戻ってまいりました。今4速から1万1000ぐらいでですね、今6速までスタートしまして、やはりリミッター切っちゃいましたね。ストレートエンドに行くまでにもうリミッターが聞いてしまいましたが、まあ、400、でね、パワーも増したとはいえですね、やはりビッグマイクに比べたらですね、もちろん そのそこそこのパワーなわけですですけど、ですね、この170キロぐらいなんですかね、競技250でも結構200キロ近くあるような感じのバイクが多いんですが、このパワーウェイトレシオっていうのはサントゥーライド、楽しさを生み出しますね。やっぱりですと、まあ、50キロないぐらいなんですが、サスペンションもですね、この市販のものでですね、実はしっかり十分という感じでですね、よく仕事をしていただいております。今度左のハードブレーキちょっと試してみましょう。おお、ABS はですね、聞き始めこそ穏やかなんですが、ちょっと握った奥の方はですね、トトトトトッとこう指に感じます。でも、まあ、いわゆるキックバックというんですかね、指を押し戻すような、そういう他ですね、いけない悪い会食ではありません。多分それほど手加減必要なくですね、やばい時にはしっかり踏み込めるという
ABS 付きのブレーキなんだと思います。私は忍者400で新型となったこちらのバイクに試乗しています。今回ですね、この忍者400なんですが250と共通車体になったということで、だいぶですねやっぱりまたがった感じ、コンパクトですし、びっくりするほど足がつきます。私短足なんですが、こんな私でも、両足ですね、つま先ですが、しっかりつくという感じですね。しかもですね、重さがなんとその30、40キロ、もうめちゃくちゃ軽くなったそうなんですね。まあフレームがですね、ダイヤモンドフレーム、パイプの、まあトラスの構造なんですけれどもになりましたし、まあ、全体的に、軽さを見直されているのではないかと、ということですね。今走っててもね、そのこの軽い感じって楽だなと思いますね。これ本当に400なのかしら。でもこの、エンジン音、低いちょっとドコドコ感のあるエンジン音とですね、それからそのひねったなりのこの、トルク感ですね、この辺はやっぱりさすがに400、余裕をとても感じられる、ものですし、今ですね、ちょっとした、まあ、低速コーナーが続くような道を走ってますけれども、ちょうど、シフトはだいたい4速ぐらい、ごくごく低回転、そうですね、今3500ぐらいなんですが、スロットル操作だけでまあなんとかなってしまって、この4速ぐらいでオートマチックな感じでね走れるので、その辺もですね、まあ長距離ツーリングなんか特に疲れを軽減するのかなという感じがいたしますね。まあ極めてこのなんというんですか、楽ちん余裕ということで、まあしかもこの、まあ、2気筒、穏やかなトルクでもあるので、まあもちろんパワーはね、250よりあるわけなんですが、まあ例えば荷物満載ツーリングとかタンデムよくするよなんていう方はですね、こちらの400はもう圧倒的におすすめですね。でそれでいてですね、あのスポーツ走行をねガンガンこなせる25と同じ 車体ですから、スポーツライディングという、醍醐味も当然味わえるはずです。メーター周りは250と同じでですね、非常にこのメカメカしいというかね、何かこう高級感のある、いろんな情報が、詰め込まれているんですが、シフトインジケーターとそれからスピードメーターはとても大きな、白黒の液晶の数字になってまして、まあ、パッと見たらもうその数字が目に入るようになっています。タコメーターは、250と同じくアナログですね。まあこのライポジなんですけれども、ステップ周り、低すぎず高すぎず、そして、まあ、細身のこのシートですね、丸みを帯びたシート、それからだいぶ高い位置にあるんですけれども、座った位置からスッと手を伸ばせば、そこにあるというこのハンドル、これはですねもうリーンウィズ、そして、前傾を強いないというね、この自然なライポジっていうのがね、まあ、その忍者っていうのはやっぱりもともとこうツーリングツアラーとしても、スポーツ
バイクとしても、まあ、オールマイティな良さがあったわけなんですけれども、まあ、私の知っている忍者というのは GPZ900R のことですけれども、でそのオールマイティさっていうのはすごく、ロングセラーにつながったと思うんですね。でこの度のこの忍者400に関しても、やはりそのあたりをね、忍者とは何かというあたりは踏襲していますね。スポーツももちろんできそう、ツーリングもしっかりこなす、そういったですね、いわゆるまあ忍者スピリッツが詰め込まれている新型忍者400です。さて今日ですね、この忍者400、新型となりました。こちらのモデルもこちらオートポリスサーキット走行、そして外周路、一般道に見立てた外周路を走ってきました。まあ、これ完全にニューモデルとなったわけなんですけれども、今までやはりですね、400クラスかつて、フルカバードといえば、完全にそのレーサーベースとしての、まあね、いわゆるレーサーレプリカ、もしくはいわゆるツアラーと呼ばれるタイプ、どちらかしかなかった。で今までの忍者400ですと、まあどちらかといえばツアラー寄りだったかもしれません。それが、今回ですね、忍者400、250と、ほぼ共通の車体となったことでですね、よりですね、その、まあ、レプリカではない、まあ、ツアラーでもない、その間のですね、一般道をスポーツして楽しむんだという、そちらにどちらかといえば寄ったかもしれません。ただですね、この見た目すごくスポーティーなんですけれども、またがってみるともうすごくね、軽さに助けられると思います。足つけももちろんいいし、ハンドルはもう本当に楽ちんなポジションです。ですから、ツアラー的な使い方をしたい方、あるいは250でですね、やはりちょっと非力だなとか、タンデムちょっと物足りないとか、そういった方はですね、ぜひこの400、まるで乗り味が違います。タイヤとかもですね、400ならではのものを使っておりますので、そのあたり余裕のある走りを楽しめると思います。